こんにちは、ムームー星人です。じゃあ早速、先ほど見てもらった噴水実験の解説を始めます。実験では器具がこのようにセットされていた。上には丸底フラスコ、下には無色透明の液体の入ったビーカーだね。そして上下をつなぐガラス管、ここにはスポイトがあった。私がスポイトをギュッと押すと水が上に上がっていったね。すると下の無色透明の液体が一気に吸い上げられ、ここで真っ赤な色の噴水ができたよね。じゃあなんで赤い色になったんだろうか。おそらくこの無色透明の水の中には何か物質の性質を調べるための試験薬が入っていたと推測できる。しかし試験薬、例えば BTB 溶液だったら中性は何色だったっけ。はい、その通り、 BTB 溶液は中性は緑色だね。あるいは紫キャベツ液だったらどうだろう。紫キャベツ液の中性は、はい、うん、グッド、紫だ。そりゃそうだね、紫キャベツ液だからね。つまりここに入っていたのは無色透明だから BTB 溶液や紫キャベツ液ではないことがわかるね。じゃあ一体何だろう。実はここに入っていたのはフェノールフタレイン液と呼ばれる試験薬だ。フェノールフタレイン液というのは酸性や中性だと無色透明のままだけれども、アルカリ性で赤くなるという性質がある。すなわちここの丸底フラスコ内に含まれていた気体というのはおそらく水に溶けてアルカリ性を示す気体だったろうというのがさらにわかるよね。じゃあ一体どんな気体なのか。ここで思い出してほしいのは、先ほどここの無色透明の液体が一気に吸い上げられたということだ。これは最初に私が水を少しだけこの中に入れた時に、ここに入ってきた水にこの中の気体がギュッと溶けて、この丸底フラスコ内の気圧が下がり、真空状態になるわけにいかないので下から水を吸い上げたんだろうと推測できる。ということはこの中の気体はアルカリ性、水に溶けてアルカリ性になり、さらに水に溶けやすい気体だったということがわかるよね。じゃあアルカリ性で水に溶けやすい気体といったら一体何だろう。はい、エクセレント、その通り。ここに含まれていたのはアンモニアという気体だね。これは水に溶けやすく、そして水に溶けるとアルカリ性を示すんだね。アンモニアの匂いって嗅いだことある？これ結構きついです ね。直接嗅ぐのはやめましょう。そしたらこんな風に考えることができるね。アンモニアは水に溶けやすいと。すると水に溶けて丸底フラスコ内の気圧が下がり、そして、ビーカーから水を吸い上げたと。ということがわかるよね。